らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? サニー・ツルモンズです。私、今年もパリ漫画にやってきました。パリ漫画ね、もう毎年もう恒例になってますけれども、果たして今回は何かビッグスペシャルとかあるのかな？毎年の違いはあるのかな？ We are やっと会場の奥深くまでたどり着いてきて、聞こえてきたのが、モタルナシーのギタリスト、稲原さんのコンサートです。すごい盛り上がってるの、大変。あっちあっち行こう。ラムスティックを使ってギターを演奏するのって初めて見ました。すごいぞ。はじめまして。ご紹介をお願いいたします。あ、イノランです。どうもです。今ライブ終わったばっかりですけれども、ご感想聞かせてください。いかがでしたか？パリのね、あのオーディエンスすごくて、すごい感動しました、はい、楽しかったです。あのルナシーでやっていた時とやはり違う雰囲気でやってらっしゃるように見受けられましたが。そうですね、ちょっと違う感じで、でもまあ一緒ですね。僕もルナシー5分の1なんで、はい、あのどうですか、活動はワールドワイドにこれからも広げていかれるということで、行けるとこは本当に絶対行きたいですね、はい、プラスパリ以外にもコンサートはされますか？そうですね、あの来年ぐらいはあのたくさん回りたいと思います。こうやってパリ漫画でも日本のね有名アーティストのライブを楽しめるっていうのは本当に楽しいです。みんな盛り上がってる。結構ね人が本当にいっぱいで、あの入り口にもねものすごいあの人が並んでて、中に入る、おはようございます、ありがとう、あスーパーマルキュスワールド、あたしマルキュスいるんじゃないかな、マルキュスあ、ルジューでグルニーさんもいますよ。あ、なんかゾンビと写真撮ってる、大変。Eh ben, je suis avec mes amis, le joueur du grenier, Bob Lennon, et on dédicace toute la journée à nos petits amis. Là, c'est la pause de midi, donc ça y est, il n'y a plus personne, enfin. Tu peux deviner facilement, ici, c'est Go, c'est parce que c'est Hikaru no Go. Go, c'est pas ce que j'ai fait, je ne connais pas les règles. Ah, c'est comme ça, être fier, fier, fier.やった、ちょっと私キラキラに弱いんですよ。すごいいい、すごいの発見した。これほら、これ日本じゃないと今まで見つからなかった iPhone のカバーがこんなにいっぱい売ってる。あ、すごいね、これ本当あのパリでこういうねちょっと可愛いの使ってるとよく話しかけられたりとかするんですけれども、パリ漫画で買えるんですね。モンチッチ、日本ではあのこの子の名前はモンチッチって言うんですよ。モンチッチモンチッチ、お風呂に入ってあっちっちっていう歌があって、私フランスに来てモンチッチって誰も通じなくてびっくりしました。キキじゃないです、モンチッチです。モンチッチ、あ、待って、モンチッチって書いてあるもん。ほらモンチッチって書いてある、モンチッチって書いてあった、よかった。サマーシュレです。フランスのキキがおかしいんだ。そしてあれですね、日本の漫画とかに影響されてイラストを描いてらっしゃるんでしょうかね。わお、灯籠売ってます。灯籠、漢字の勉強にいかがでしょうか。イナルコの皆さん、漢字の勉強ができますよ。まあこんなもんですかね。普通にみんなで踊ったらいいんじゃないの。漫画家のサイン会も行われています。今回のゲストでいらっしゃってるのは花房先生です。先生こんにちは。こんにちは、すいません突撃で、はい、入ります。いかがですか、フランスのファン の反応は。あのみんな熱心 で昔のこともちゃんと覚えてくださっててとても嬉しいです。はい、でも先生のアートブックもありますね。わお、私ね、レディとかね、呼んでましたよ。
パリ漫画リポート2012年いかがだったでしょうか。もうねこういう日本ファンのイベントのデフォルトといった感じで売ってる商品とかあの音楽とかもねみんなもう知ってるものだったと思うんですけれども、やっぱりね人がねいっぱい多いということは皆さんこういう機会をみんなで楽しむ機会をね求めてこういうイベントにやってくるのではないかと思ったところでございます。みんなもこういうイベントでたくさん友達作ってたくさん楽しい思い出作ってくださいね。トブネコンブブレ。